皆さんどうも、神木カメラです。今日は高杉のあの CM の休憩です。あそこに実はいらっしゃるんです、松本さんと西野さんが。今日も松本さんは松本さんって感じです。西野さんは今日も西野さんって感じです。ということで、お二人にお話を伺いに行きましょう。こんにちは、お疲れ様です。こんにちは。西野さんもうちょっと入っていただいてもよろしいでしょうか。はい、今回はですね、この神木カメラというものを使ってですね、お二人の、やっぱりこう CM の中ではやっぱりまあ西野先生、まで為杉先生と松本さんっていう感じですけども、お二人のこの素の関係性だったり、素はどんな感じなのかっていうのをちょっとやっぱり聞いていきたいと思うんですけども、逆にどう思います、どう見えてます、どう見えてる、どう見えてる、うん、確かに、あ、なんか仲いいですよね、なんか、いや、いやなんかもっと仲良くなりたいな、もっと仲良くなりたいと思ってらっしゃる。数ヶ月に一度、そうですよね、お会いする感じ。なんかこう僕の印象なんですけど、なんかこうイメージ的にですよ、僕松本さんと最初馴染むまでちょっと時間かかりませんでした。ここですか。はい、私的には結構すぐ仲良くなれてたっけ。遠い昔の記憶だから違うのかな。誰の記憶が入ってるんだろう。でもそうか、そう言われやすいです。なんかこう、あ、そうなんですね、ドンってこう落ちることが多くて。そんなつもりないです。本当ですか。本当ですか。うん、か当初大丈夫かな、なんかちゃんとできてるのかみたいな感じだったんですけど、ここ最近は返していただけるようになったんですけど。あれ、これ始めてどれぐらいになりますっけ。もう年単位です。年単位。ここ最近やっと、ここ最近そうなんだ。返していただけるようになって、入ってきた時はもうすでにこう関係性が、そうそうそう、西野さん入ってきた時、もうだって1年選手、2年選手、1年経ちましたですよね。早い。西野さんも初対面だったので、どんなお方なんだろうっていう感じですよ。作品では少しお会いしてたんですけど、2時間半ぐらいの撮影だったので、その時はなのでそれやって CM だったので、こんな方なんだろうってなってたんですけど、こんなに陽気だとは思わない。あ、僕が、はい、その時まで、ああ、陽気だなっていう、なんかお二人がさっきも、あ、ちょっともうむしろ僕映るよりこっちの方が絶対いいですよ。映ってます、映ってます、映ってます。なんかお二人がその、はい、先ほどすごく楽しそうにお話しされてるのを見てて、あ、めちゃくちゃ話すじゃないですか、お二人。めちゃくちゃなんか仲いいじゃないですかって思ったんですよ。だから共通の話題とかがあったから、あったりして、あ、そうなんですね、どうだったみたいな、なんかね、映画出られててそれを見たいなとか言おうと思ってますとか、なんかトーンもそんなにめっちゃ楽、なんかこういう感じなんで、こんな感じこういう感じ、こういう感じ、バーンとかないから、ない、そこにこう合わせなくてみたいな、確かに、とかないから。あ、全然神木さんを否定してるわけじゃなくて、あ、大丈夫大丈夫、あの僕もいるし、多分中川大使もいるんで、ね、いつもね、この2人はこっちでペアで、いつも今日いないから寂しいだろうなって、めちゃくちゃ寂しいです。なんかね、この間こうお二人だけの時に、私たちの絵描いてくれましたよね。あ、絵描いてました、絵描いてました、よくご存知で、黒板で、ね、今日も描けたらいいんだけど、確かにね、ちょっと中川端っこの方に描けます、端っこの方にね。これだってもう使わないですもんね、多分ね。多分もう、はい、書けます。確かに。書けるから端っこだったらいけるかな。いやいやいや、大丈夫。おのおの、じゃあ、そうね。おのおの。あの、一人ずつ、一緒に書こうよ。こちら辺でいいの？こちら辺で、多分ここら辺で大丈夫だと思います。どうなんだっけ？髪型が特徴的。そう、センター分け。センター分けで、あ、え、そうだ、もう本当なちょっと懐かしい話していいですか。懐かしい話、画伯なんですよ。え、違う違う、あの、全然そんなことない。画伯なんです。松本さんにキリン描かせたら世界一だと思うんですけど。それは楽しみ。え、こんなんだっけ。そんなんだった。そんなんです。あ、に、うん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 、なんかいい感じ、ツヤツヤしてる、ツヤツヤしてる、傷やがいい、
あ、そうか、私も書くの。え、でももう画伯なんで。画伯。いい、いい、いい気がする。なんかでも、ね、画伯そう。私は全然全然。にじまさん、じゃあ、うん、名前書いてあげてください。あ、わかりました。こますね。お、メガネも。うん、メガネも。チャームポイント。え、めっちゃ、わ、うん、かる、もう。え、待って、前髪どうなってた。前髪それで、それで、こ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 れで合ってます、これで合ってます。おでこ出てた。ちょっとしてる。おお、わかる、わかる。わかるよ。うん、ちょっと待って。わかるよ、すごくわかるよ。シャープな感覚。うん、あれ？私前回の撮影の時かなにふと思ったんですけど、コマスギ君のブレザーってめちゃくちゃ短くないですか？うんうん、あれわざと？ぴったりにしてあるんでしょうね。そっか。めちゃくちゃ短いと思う。ぴったりにしてるか、彼が未だ背が伸び続けているか、どっちかどっちなんだ、どっちかです、そうね。前回すごい気になったんです、それ。あ、気になったんですね、うん、お、徐々にこれかけ、お、めちゃくちゃ困ってるじゃないですか。どうしたんですか、何が起きたんですか。すごい、すごいです、似てますよ、似てますよ、うん、ほら、普通、うん、普通でしょ、あんまり思ってる普通なんで。コマすぎ、え、コマすぎ、コマって、糸辺に田んぼの田、細かいです。何してるかな、何してるんだろうな、コマスキ君。なんか寂しいって言ってたよね。え、あの放送した CM 見て知るから。あ、そっか。あ、そっか、知らない間に。撮ってたんだみたいな。いつも撮ってたんだ。撮ってたんだっていう。俺いないって。寂しい。寂しい。じゃちょっとせっかくなので。また3人で映ります。え、確かに4人でこう。僕書いてないですけど。締めをしてるかな。コマスキ君へ。元気してる？元気してる？また会いたいです。暑いから気をつけてね。バイバイ。バイバイ。バイバイ。